聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。新しい旅行シリーズ始まりました。その名も関西福井編としています。主な目的地は大阪府、兵庫県、福井県の1府2県。少し変則的ではあるんですが、3泊4日の予定を組んで青春18切符だけで旅をします。そしてこの記念すべき第1話では大阪の新世界を歩きます。特に注目していただきたいのは、1つ今回1泊するホテル、2つ通天閣から見える大阪の風景、3つ本場の大阪のグルメ、以上を中心に旅をしたいと思っています。予測不可能な事態も起きる可能性は十分考えられますが、そのあたりも含めて楽しんで見ていただければと思います。補足させていただきますと、現在地は滋賀県の米原駅です。あと20分後に姫路行きの新快速が米原駅の3番ホームに入線しますので、その新快速に乗って大阪に向かいたいと思います。新今宮駅到着しました。今回一泊するお宿はそんなに遠くないので、チェックインしてしまおうと思います。改札を出ました。交通整理をされている熊谷さんにも聞いたら、すぐホテル見つかりました。あちらですね、ホテルピボットさん。初めて一人で来た大阪で予約できたホテルです。早速入ります。ここが一晩過ごすお部屋です。カードキーをかざすと、カードキー刺すと明かりがつきました。少しばかりお見せしてはいるんですが、改めて一泊するお部屋ご紹介したいと思います。ホテルピボットさんで一晩お世話になるお部屋、こんな感じになってまして、間取りがそんなに広くはないです。ベッドがあって、奥の方に窓、エアコンもついていますし、ドアの横にリモコンがありました。大阪に着いた途端、急に蒸し暑くなったので、スイッチを入れます。エアコンが動いてくれました。これで快適に過ごせます。これが洗面台です。これだけ大きな鏡がついているので、着物での着替えには困らないと思います。テーブルの上はこんな感じです。ここに歯ブラシ、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、除菌シート、隣にはティッシュペーパー。で、僕の荷物がすでにあるんですけれども、タオル、バスタオル、それから部屋着、そして簡易用のスリッパです。ここがトイレとシャワールームですね。今回一晩過ごすお部屋の様子を見ていただきました。ホテルピボットさんを利用するにあたって注意していただきたいことを共有したいと思います。カードキーなんですけども、紛失すると5000円徴収しますということで覚えていただければと思います。それではぼちぼちと通天閣目指しましょう。じゃんじゃん町入り口と書いてあります。ここから行けばいいんでしょうか。歩いてみないとわからないこといっぱいありますよね。虎とかを見ると大阪だなって感じがしますね。通天閣来ました。今通天閣が目の前にある場所にいます。通常の展望台に上がるのに入場料で900円、特別展望台だと1200円ぐらいかかるらしいんです。今回は通常の展望台から大阪の街を見たいと思います。チケットオフィスが地下にあるみたいです。チケットを買いました。隣のスライダー、子供たちとめちゃめちゃ楽しんでます。
ぱいガシャポンが並んでます。振り向いたらこんな感じになってました。筋肉まで有名なゆで卵先生に関する紹介もあります。まずは通天閣の東側、眼下には広大な天王寺動物園、そして近くにアベノハルカスが見えます。北側には地平の彼方まで伸びるビル群、さらに南側と西側はご覧のような景色が広がり、展望台を訪ねたのが夕暮れ時だったので夕焼けがとても綺麗でした。降りるときは階段みたいです。下に行きます。ちなみに4階の展望台から見た大阪の街並みも本当に素晴らしかったです。通天閣の5階と4階に上がって大阪の景色を楽しませていただきました。お腹も空いてますので、大阪のグルメを楽しむ時間にしようと思います。通天閣、ありがとうございました。今回ご了承いただいたのはこちらの店です。酒の穴さん、電話先では大丈夫ということでいただいてたんですけど、もう一回確認のため聞いてきます。飲み屋さんといったらやっぱこれです。生ビール来ました。早速いただきます。あーうまい。こちらがマグネットスプーンです。わさびをちょっとのっけて、嬉しくなる。イカシリ焼き肉が来ました。肌割りもいいし、塩加減も絶妙だし、うまいです。どて焼き来ました。大阪の名物どて焼き楽しみにしてきたんですけど、甘みもあって肉の味も感じました。3杯目は梅酒のロックです。今日は揚げ物で行きました。独特の酸っぱさはこのままに、歯ごたえはなしもないし、うまいです。そんなこんなでお腹いっぱいになり、結果として酒の穴さんでの食事代は総額で2300円でした。酒の穴さんをご紹介させていただきました。通天閣立ち寄った後に立ち寄っていただければいいかなと思います。ホテルピボットさんまで戻ってきました。そろそろ部屋に戻って休みたいと思います。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、続く関西福井編第2話なんですが、関西屈指のコリアンタウン鶴橋商店街、足を運ぶ予定にしています。
美味しい韓国料理をいただいて、お腹も心も満たされるグルメ旅をしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。